Genjo Sanzo did not go to Naranda University, India, and here is its proof and evidence. This is a very important story for the Japanese people.

蓮華教宝弁本魁に二次聖孫十三枚安上に季後斜利骨勝負知恵人人無良子知恵門万華南十一歳将 みょうほ経んげきょうほべんぽんがいににじせいんじゅうさんい みょうほれんげきょうほべんぽんがいににじせそんじゅうさんいあんじょにき。

両方連華経法弁本第二二次生存十三枚案状二季語斜里骨勝負知恵人人無量語知恵門南華南十一切諸門百死仏勝負の知晶医者が仏 教方便本第2を比べてお聞きいただきましたチベット密教における度教とそして現在日本における度教は同じですつまり日本の密教はチベットから来たのであってインドのナーランダ大学から来たのではありませんインドのナーランダ大学はつまりは南天仏教の 本拠地であって、密教の拠点ではありませんでした。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now! It is commonly claimed that Genjo Sanzo A high ranked Buddhism priest went to Nalanda University in ancient India to master true Buddhism. I Hiroshiyashi, however, wonder if Genjo Sanzo really went to India and here is my opinion about his mystery. Wikipedia 現状三蔵は仏典の研究は原点によるべきであると考え、国禁を犯して密かに出国、役人の監視を逃れながらインドへと向かった。現状は最域の商人らに混じって、天山乱路の途中から峠を越え、天山北路へと渡るルートをたどって、中央アジアの旅を続け、ヒンドークシュ山脈を越えてインドに至った。インドの ナーランダ大学では、会見に指示して、有意識を学び、また各地の物跡を巡配した。バルダナ朝の王、ハルシャ・バルダナの保護を受け、ハルシャ王へも信仰していると。が、本当にそうでしょうか現状三蔵は本当にナーランダ大学まで行ったのでしょうかその疑問の第一は、ナーランダ大学は、ブッダの仏教の大学。 一方、現状三蔵が長安へ持ち帰ったのは密教、つまり、弥勒菩薩教。弥礼。もっとわかりやすく言えば、ミトラ教。その証拠に、長安へ渡った空海が日本に伝えたのは、弥勒菩薩教。仏陀の仏教ではありません。ナーランダ大学に残る仏像と、空海が荒野山の根本大頭に収めた大日如来像を見比べてみれば、一目瞭然。 ナーランダ大学に残る仏像はまさにブッダのブッダ像。根本大統の大日如来像とは似ても似つかないものです。つまり、空海が根本大統に収めた大日如来像はチベット密教の総本山、現在のタシルンポにある弥勒菩像と同じです。つまり、現状三像はインドのナーランダ大学へ行っていない。行ったとしてもチベット。 そのチベットで、いわゆるチベット密教をそっくりそのまま持ち帰った。それがその後の密教となった。それが私、林博史の解釈です。で、断言はできませんが、現状三蔵を何としてもですね、インドまで行ったとしたい後の学者たちがそうしたストーリー、つまりナーランダ大学まで行ったというストーリーを作り上げたのではないでしょうか。大きな謎が残ります。そうした謎を この動画の中で皆さんに証拠を添えて説明します。広しは浜松セティ、ジャパン。では画面を見ながら説明します。現状三蔵です。現状三蔵は先ほど説明しましたルートを通ってインドまで行ったとされています。C ンですね。そしてこの ヒンドゥーク州山脈を越えて、そしてインドへ入ったと。そしてインドでは、えー、ナーランダ大学で仏教を学んだということになっているわけです。本当にそうでしょうかということなんですよね。で、丁寧に見てみます。で、ヒンドゥーク州山脈を越えて、ナーランダ大学へ行ったと。ところがですね、まあ、ナーランダ大学というのは、 えー、いわゆるブッダの仏教の大学なんですよね。で、いわゆるまあ、あ現状三蔵が長安に咲たのは、密教、なわち弥勒菩薩教、教弥勒菩薩、なわちミレすなわちミトラ教なんですね。ここで大きな矛盾が生じてくるわけです。これがナーランダ大学です。 で、このナーランダ大学、現在でも遺跡として残ってるわけですけども、このナーランダ大学を見ていただくと分かりますように、これは密教のいわゆる大学とは一室のものなんですね。その一つの証拠がこのブッダ像にあるわけです。これらはまさにブッダのブッダ像ですね。中部画ご覧ください。ところが、空海が る現状三蔵の、ねえー、寺へ行って学んだ、日本へ持ち帰ったのは密教ということになります。で、これがナーランダ大学、左の上がね、の仏像です。そしてそれは南殿仏教となって東南アジアへと伝わっていった。ですから同じ、えー、コンセプトで作られています。その、えー、ナーランダ大学へ師案から現状三蔵が先ほど言いました、ルートを通ってインドへ入り、そして、えー、仏教を学んだということになりますよね。 密教ではなくて、ブッダの仏教を学んで、そしてシーアンへ持ち帰ると。いいですかそうして、そのシーアンの、いわゆるその現状三蔵の寺へですね、後に空海が行くわけです。そして空海がその寺から密教を日本へ持ち帰ります。それ以前にね、一人、地図というまあ僧がですね、 えー、四死円へ渡って、そして現状三蔵の二番弟子となるわけですけどもね、その、えー、地図が回帰した寺が八立らということになります、ね。その八立らで、その学んで、空海が学んで、そして地長安円へ渡ったわけです。そして帰ってきて、えー、小屋山に根本台頭、いわゆる今後無事を、えー、建立するわけです。その根本台頭の中央に祀ってあるのが、大日如来像、すなわちアフラマズダー像ということになるわけですね。そうすると、この両者を比べていただくとわかりますように、 全く違うものなんですね。左はブッダの仏像。右の方はミトラ教における大日如来像。すなわちアフラマズダ像ということになるわけです。で、ここにですね、四、えー、月江というところがあります。月この四月にタシュルンポジという、まあ、大魅力あ菩薩殿というのがあるわけですけどもね。その大魅力菩薩殿は後にできましたけども、えー、チベット密教の、まあ、この辺りが、まあ、本拠地ということになるわけです。 で、その4月へのそのタシルンポジに太陽の神、すなわち大日如来がこうして祀られているわけです。で、高野山にある、根本大東にある大日如来像と、チベット密教の本拠地にある4月にある大日如来像を比べています。まあ、左もこれは大日如来像ですね。そして右も大日如来像です。で、右の方はこれチベットですよ。 インドではありませんよ。そこを注意してくださいね。そして比べてみますとこの両者は細部に至るまで同じなんですね髪の毛の色それから形同じですね青い髪これが今日のポイントですから皆さんもしっかりと確認しておいてくださいすなわち空海が日本へ持ち帰った密教とチベットの、まあ、密教とこの2つの像を通して同じであるということになりますで後輩の 3つの円で書いてある形も同じですね。それから作り方のコンセプトも大変よく似ているというか同じなんですね。これをどう解釈するかということなんです。左は一条院の、まあ、大日祈られる像ということになりますよね。形からして。で、冠、青い紙、同じであると。右はチベット、密教の大日祈られる像です。ブッダの仏像ではありませんよ。そこを注意してくださいね。そして、今言いましたように ここが今日のポイントということになります。後輩に仏像まで描かれている。全く同じなんですよ、これ。なおちこの間にあるのが長安の玄城三蔵のいわゆる寺ということになるわけですね。放送集というんですか。同じということになるわけです。そうしますと、玄城三蔵はどこ行って何を長安に持って帰ったかとなりますと、インドではないということになりますね。 ナーランダ大学はブッダの、まあ、仏教の大学ですから。それで、今、私たちが高野山で見る大日如来像というのは、これはまあ空海がです、ね、長安へ行って、えー、まあ持ち帰った教えということになるわけですね。そしての長安に、えー、そうこうしたまあコンセプトを伝えたのが現状三蔵であり、彼はこうしたことからですねチベットまでは行ってるけども、そこで帰ってきたということになるわけです。 さらにこうしてマンダラを比べてみますと、左がですね、小屋さんのマンダラです。で、右の方が、タシルンポの、いわゆるまあ、シガッェのタシルンポ寺にあるマンダラです。同じですね。となると、どういうふうに解釈したらいいのかということですよね。なあち、現状三蔵は、チベット行って、それを持ち帰った。それを空海が、 朝安まで行って日本へ持ち帰ったということになるわけです。で、今まではこのシーアンからヒンドゥク州山脈を越えて、そして、現状三蔵はナーランダ大学まで行ったということになってますけども、そうではなくて、えー、空海が、まあ、この赤い線でシーアンからやたテラに、まあ、や,っぱやたらで、コンゴ戦時やたらで空海若い頃をんで、そして、朝安へ渡るわけですね。そして、まあ、この赤い線が私は現状三蔵が行った線だと思います。いわゆる朝安から、 まあ、チベットは行った。しかし、そこで帰ってきたわけですね。ですから、ナーランダ大学は行っていないということになります。まあ、この今、白いところで示したのは、これが四月江です。チベット密教の本拠地ということになりますね。で、もう一度詳しく説明しますと、えー、この現状山蔵は四月山まで行って、そして密教を学び、そして持ち帰って長安へ帰ったと。そしてその長安へ、えー まあ、現在、死案ですけどもね、あの、八幡で、今後戦時やたたらで学んだ空海が、長安へ渡り、そして、その現状三蔵が、四月世から持ち帰ったものを日本へ持ち帰った。こういうふうに考える方が自然ですね。だから、四月世の大、まあ、魅力点にある、この大日如来像と、根本対等にある大日如来像、すなわち両方とも、 アフラマザーということになりますね。ミトラはアフラマザーを信仰してましたからね。本尊にしてましたから。ですから同じになると。こうした流れを裏付けるもう一つの証拠が、このバジラということになります。これはカトマンズに飾ってあるバジラですけども、まあ、日本では五古書と呼ばれています。もともとは何かと言いますと、ゼウスが手に握っているサンダーボルトということになります。 サンダーボルト、すなわちライデンですね。もっとわかりやすく言えば武器なんですね。これが、まあ、バジュラルとなって、そしてゴゴショとなって、まあ、空海の手に握られているということになります。このゼウス像は1680年にスミルナというところで発掘されたゼウス像なんですよ。近年になって発掘されたんですね。このゼウス像が右手に持っているのがサンダーボルト、すなわちバジュラルです。 で、サンダーボルトイコールバジラ説は、これは私の説ではなくて、えー、西洋では常識的な説です。で、それが日本の、まあ、空海の手に握られて、五個書となったわけですね。これは特効書、特効書ですかになるんです。流れが違うということですね。要するに。で、空海はその、まあ、こうした仏具にしてもですね、えー、長安へ渡って、現像三蔵の 現状三蔵の寺で学んだということなんです。そして工房大使空海が塔から持ち帰り生涯大切にしていたと。これが、それがご古書であるということですね。まあ、今、あの、その説明をしているわけですけども、 これがミレインプルメン e n 密教法具ですね。要するに。まあ、こうしたものが、なぜ空間のところにあるかということを、もう一度考えていただきたいと思うんですけど、流れとしては、今言いましたように、えー、バビロニアからチベットにミトラ教があたり、まあ、そして、その、 それが密教となって長安渡り、そして日本へ来たということです。で、でミトラ教、ゾラスター教のもとからね、ミトラ教まれ。その、そうした神々のなあ様子を立体歴史書として表したのがギリシャ彫刻ということになるわけです。そしてそのミトラ教が、まあ、あの、キリスト教がね、国教となると同時に流されて、まあ、西洋で,ではミトラ教は消えますけども、その一部が、 チベットに残ってチベット密教として残ったわけです。そしてそこへ、えー、現状三蔵が行って調和へ持ち帰った。で、それをまたさらに空海が日本へ持ち帰ったということになります。で、結論をもう一度皆さんにお話します。これがナーランダ大学です。で、今までは現状三蔵はナーランダ大学まで行ってその密教をですね、長安に持ち帰ったと言いますけども、 並んだ大学は本当に密教の大学だったのかということなんですけども、どこを見てもこの密教らしいって言いますかね、雰囲気はありませんね。そうしますと、まあ、もうおわかりですね。玄城三蔵はここへ来て、いわゆるブッダの仏教を持ち帰ったのではなくて、いわゆるチベット密教を長安に持ち帰ったということになるわけです。なあち、 並ーランダ大学へは行っていないということになりますね。その証拠が空海が日本に伝えた、いわゆる密教と、それからチベット密教が同じであるということなんですね。なあち、現状三蔵が長安へ持ち帰ったのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教の密教であったということになります。その証拠がこの空海 がですね、混流した根本大像の中の大日如来像にあるというわけです。左がもう一度皆さん確認してください。これが空海が日本へ持ち帰った大日如来像です。で、右がですね、タシルンポにあります大日如来像です。全く同じなんですね。どちらかがどちらか,どちらかを盗作したと言われても,言ってもですね、誰も驚かないほど同じなんですね。髪の毛の色、 不それから頭から垂れ下がっている布の感じまで同じなんですよ。これをどう解釈するかということなんです。なあち、空海は長安から持ち帰ったなら、その長安へ現状三蔵が伝えたのは、ブッダの仏教ではなくて、チベット密教そのものであった、イコール現状三蔵はインドへは行っていないということになるのではないでしょうか。えつまり、ミトラ教、すなわち、 ミロク・ボ教とブッダの仏教はしっかりと区別して考えるべきではないかということです。続くビデオどうかご覧ください。バイフォーナー。Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Tashi Rumpo Monastery in Tibet and its strange line, which connect Koyasan Kongo buji with Tashi Rumpo Monastery. According to Wikipedia, it's right about Tashi as follows: Tashi Rumpo Monastery, founded in 1447 by the first Dalai Lama, is a historic and culturally important monastery in Shigatse. The second largest city in Tibet まず皆さんに一本の直線を見ていただいています。左から、ブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてその右がですね、タシリンポ、ソウインです。四月へというところにあります。そして中央が長安ですね、現在のシーアンです。その長安にいた現状三蔵がですね、密教を求めて四月へ行きます。 ま、その当時まだあの、足しるんぽ創院はありませんでした。あの、足しるんぽ創院は15世紀に建立されますからね。まあ、そこを私、あの、混同してました。あの、四月へというのは、あの、地名です。足しるんぽ、と、えー、いうのは足しるんぽ創院のことですね。で、現状三蔵が、当の長安に、四月へから密教を持ち帰ります。で、そこへですね、直命を受けまして、日本から地通が、当の長安に渡ります。で、地通はここで学んで、 そして、現、え、状、ー、三蔵の二番弟子となって日本へ戻ってきます。そして、八田寺を、今後戦時、八田寺を今後します。今後戦時、八田寺です。その今後戦時へですね、八田寺へ、えー、若い頃の空海が行って修行し学びます。そして、唐の長安へと渡ります。 そして、唐の長安でですね、まあ、玄城三蔵が建立した寺で学んで、そこで密教を学び、そして日本へ持ち帰ります。まあ、こういう流れなんですね。そして、日本へ帰ってきた空海は、今後無事を建立、小屋さんに今後無事を建立します。小屋さん、今後無事です。まあ、こういう流れです。で、こうして、4社が繋がるわけですけども、あその、まあ、ルンビに、 いわゆる四月へ足しるんそして、長安、八田寺がですね、このように、新一直線に、並んでいるということですね。西安、まあ、長安は大きな町ですから、ややずれるということも考えられます。で、この直線をですね、八田寺の方から見ますと、まあ、このようにですね、直線になっていると。その八田寺でまあ、これから降りてみますと、さらに興味深いことがわかります。八田寺の、ま、参道ですよね。 がありますけれども、やたたらの参道は、まっすぐと、長安、それから四月へ、タシルポ、今現在のタシルンポジがあるところですね。そして、ルンビニを向いています。この黄色い線がですね、左から引いてきた線が、長安から引いてきた線です。 ちょうど中央あたりがやや情報にあの参道がずれてますよね。で、現地へ行って住職に聞きましたらですね、この塀はですね、あの、その後何度も建て替えられたそうですね。ですから、その都度、あの、道、道の方向が違ってると。ですから、向かってちょうど中心から、この中心から右側の方はですね、あの、本のあの、私のこれ立ってみたときに気がついたんですよね。あの、参道が途中でやや折れ曲がっている。 で、な、なぜ折れ曲がってるんですかって聞きましたら、平を、平をね、平を建てるとき何度もその、その辺りをいじったからだというふうに、住職は教えてくださいました。要するに、この八田寺がですね、まっすぐと、えー、ルンビニ、それから、まあ、昔の長安ですね、そして、えー、タルンポの方を向いてるということですね。まっすぐに行けばルンビニ、そして、えー、タルンポ。 ですねタシルンポ総員ですね現在の4月ですまあ、現在のというか4月のタシルンポ総員ですえここはあの間違えてましたから皆さんご考えなさないでください、ね、時代が合わないんじゃないかといわゆるそのタシルンポ総員が建てられたのがですね、えー、1447年ですからねで、空海があの生まれ育ったのは774年から835年ですからねですから時代的にも合わないということになるわけですよね ですから、まあ、ちょっと時代的にずれているということにもなるわけですけどね。まあ、要するに、このタシルンポへ、皆さん、これから僧院へ案内します。4月前にあるタシルンポです。ですから、あのまあ、あの現状、三蔵がです、ねまあ、密教、いわゆる弥勒菩薩教のです、ね、本があるいわゆるメッカである4月に行って、そしてあの密教を持ち帰ったということですね。で、その後四4月前にタシルンポ僧院が建てられたということになります。 もう一度繰り返しますけども、私はあの地名をですね、タシルンポと間違えていましたので、まあ、ここで訂正させてください。まあ、要するにこれは四月でのタシルンポ創院というふうに言うのは正しいんでしょうね。です。まあ、これが四月でのタシルンポ創院いうことになります。いわゆる大魅力菩薩伝ですよね。魅力展がある、まあ、あの、いわゆる四月でのタシルンポ創院です。まあ、大変なあの、豪華な、あの、寺だそうですね。創院だそうです。 で、この、これがタシルンポ創員。4月園にある、<laughs> まあしつこいですね。4月園にあるタシルンポ創ということになります。 で、まあ、現状三蔵はですね、まあ、いろんな説がありまして、インドまで行ったということになってますけども、現状三蔵はですね、7世紀602年から664年の方ですからね、もうその頃インド行っても、あの、まあ、密教はなかったものと思われますね。まあ、それはわかりませんけどもね、まあ、インドへは私は行ってないと思います。まあ、このライン理論にか、から考えてですね、まあ、と同時にまあ、空海の、まあ、あの、不審さんに鑑みてですね、私は現状三蔵はこの4月へ行っていたと思います。 行って、そして密教を持ち帰ったと考えています。まだ、いろんな意味でね、不合性があるもんですから、それに考えています。これが、まあ、日本風に言えば、大日狙いそれから、あの、 いわゆるゾラスタ教風に言えば、アフラマズだということになります。で、検証してみますとですね、これまた不奇妙な、あの、位置点があるんですよ。左が小屋さん、今後、無事ですね。で、大日如来像です。そして右がですね、タシルンポ、えぇ、人、相違になります。まあ、今後、いわゆる大日如来ということになりますよね。そしてこの帽子がですね、大変よく似てるヘルメットですよね。これはついつい、ビデオの中でヘルメットということを証明します。そしてこの髪の毛がね、青いということに注意してください。まあ、ああのー、 古代の神々はあるいはエイリアンはですね、髪の毛が青かったというふうに解釈もできるわけですよね。まあ、ここでまあ色が具体的に出てくるわけですけどもね。あの、ヘルメットの方も青いですね。まあ綺麗な青で,青ではなかったかと思います。で、小屋さん、左の側にですね、小屋さん一乗院にあります、や,やはり大日如来像だと思います。 二、えー、年ほど前、ここに一泊させていただきました。それでやっぱりこの髪の毛を青く塗っているところも、あの、大変興味深いと思います。そしてその、後輩のね、作り方のコンセプトも同じですね。三つの縁が組み合わさってできています。右のあの、いわゆるまあ、四月の多種論法総員の方も三つの輪が、組み合わさってできてますね。そして後輩のですね、あの、まあ、あの、 作り方のコンセプトも同じであると。となると、どういうふうに考えたらいいんでしょうかね。あ時代的には、左の方が、小屋さんの方が先ですから、タシルンポのね、総員の方が真似をしてコピーして作ったということになりますけども、それはありえませんよね。まあ、あのー、 ということですね。まあ、ありえないということですね。要するにそれ以上言うようがありませんけどもね。要するにこの冠のコンセプトも同じであると。ということは、まあ、原点が一つあって、双方に、二つにまあ分かれてね、同じ作り方が伝わってきたというふうに捉えられますし、逆、まあ、 現状三蔵が、タシルンポ、メアル、シガッェ行ってね、密教を持ち帰って、それでは、ね、長安へ行って、長安へまた空海が行って、同じものを日本へバトンタッチして持ってきたというふうに考えるのが、まあ、流れとしては自然ですね。となりますと、やっぱり、現状三蔵というのはですね、インドまで行ってるわけじゃなくて、こうした、まあ、事実を積み重ねていきますと、シガッェの、まあ、タシルンポ僧院へ、まあ、タシルンごめんなさい。そはまたタシルンポ院はありませんけどもね、シガッェ行って、まあ、密教のメッカであるシガへェ行って、密教を学んできたというふうに考えるのが自然ではないでしょうか。 で、髪の毛も作り方もポコンポコンポコンとね、あの、葉っぱのようになっているところも同じだということですよね。まあ、右、ですから左側は第二次。まあ、これはあの根本タイトルの中のあ、いわゆるまあ大日如来像ですね。で、壁に描かれている、その、同じ根本タイトルの中の壁に描かれている像とも一致するわけです。まあ、こうして並べていきますと、あまあ、 現状三蔵がどこまで行って、どのようにして、まあ、微妙を持ち帰ったかということが浮かび上がってくると私は考えています。まあ、これが、あの、右の方はですね、あの、多進歩尊院の壁画ですけども、まあ、それと同じようなものが出物ものが出てきますが、これはまあ、あいわゆる太蔵界マンドラ、マンダマンダラですね、ですけども、あの、真言とっていうことはマントラって意味なんですよ。皆さんご存知ですか真言マントラ、ね。あの、 マントラのこと信号って言うんです。で、たくさんシン州って言うんですけども、要するに、まあ、あの、空海が、まあ、混流した、その荒野山、今後武士と、それから、あ、タシルンポ、ンと、その壁画と一致してるってことですよね。まあ、こうした事実を積み重ねていきますと、やはりあの、私は、あ、まあ、こうして4つの点を決めてですね、そして決めたとか、一直線並んでると。で、まあ、現状三蔵は、唐の長安から、まあ、 いろんな説がありますけども、インドもあったということはありますけども、あのー、その、その間にはヒマネラ山脈がありますからね。ですからまあ、私はあ、4月へ行って密教を持ち帰ったと。ですから、インドへは行ってないと思います。そ,そして、地数がですね、直向を受けて、日本から派遣されて、二番弟子となり、そして、現状3蔵の二番弟子でしょ。そして、ヤタゼラを建立する。それから、200年経ってからですね、空海が学んで、そして、今度は、長安へ行って、密教を持ち帰って、今後、無事、 を、まあ、屋さんにしたと、まあ、こういう流れなんですね。まあそうしますとな、流れも素直になります、素直と言いますか、あの素直に流れが流れていくということでしょうかね。まあ要するにこういうふうに考えています。で、ただあの空海という、まあ、層はですね、まあ普通の,空あの層ではありませんでしたね。まあまさに神、神に近いと言いますか、神であると言って良いほどの、まあ、層であったということですよね。 ですから、こうした、その、まあ、そ、それがなければね、こうした直線もただ単なる偶然で片付けてしまうかもしれませんけどもね、間に空海がいますからね、偶然とは片付けられないと、まあ、これが立てられですけどもね、この三道も、長安の方をしっかりと向いていると、その先に足し論法があり、さらにその先にルンビリがあるということですよね、皆さん。これをただ単なる偶然と片付けるのは無理だということは、続くビデオをご覧いただくとわかりますけども、空海はなんと2ネベ定数をしていました。という話をこれからしますけども、 まあ、そういうことを重ね合わせて考えてみますと、空海の、まあ、謎と言いますかね、空海のその奥深いといいますか、ミステリーに迫っていただけるんじゃないかと思います。ということで今日はですね、まあ、現状三造、まあ、まとまりのない話ですけ現状三造性から足し論法、総員そして空海の謎について改めて考え直してみました。続くビデオはちょっと長いですけども、空海の謎をしていただくためには大変良いビデオかと思いますので、どうかご覧になってください。Bye for now!